ザ・サイ北館ホテルは、長野県長野市にある、老舗ホテル。創業は1890年。現在まで、サイ・北建から、長野ホテルサイ・北建から、ザ・サイ北館ホテルと、名称変更をしているが、地元では、創業時のサイ・北建と呼ばれることが多い。運営は、株式会社長野ホテルサイ・北建。長野駅から、善光寺までのちょうど中間あたりに立地する。 国内有数の老舗ホテル。1998年の長野オリンピックの際には、皇族の宿泊をはじめ、サマランチ国際オリンピック委員会会長などの重要来賓が来館した。拡張高いホテル館内には、約800名を収容できる、大宴会場のグランドボールルームがある。ボールルームとは明治、大正時代の西洋において、社交ダンスやパーティーを行うための部屋のことであり、 最北建のグランドボールルームは民間の会場としては初めて皇族の宮中版3回の会場となった。東郷政治、中川紀元が共同で制作したステンドグラスがメインバー、ー治に現存している。この東郷政治のステンドグラスはホテルのロゴマークの元にもなっている。長野ホテル再北館に関するカテゴリー、ありがとうございます。